皆さん、こんこにちは。今日はメネラウスのの定理の証明を行います。三角形 ABC についてある一辺を延長した線分を作り延長した先の点から三角形を横切るように線を引きます BQR をこのように定めるとき図形から3つの分数を作ります3つの分数とは AR を RB で割ったもの BP を PC で割ったものそして CQ を QA で割ったものですこれらの3つの分数の積が1になりますというのがメネラウスの定理です慣れるまではこの3つの分数がどこを表しているのかが分かりにくいのでこのように帽子のようなものだと考えると良いでしょうすなわち1つ目の分数は帽子のてっぺんから頭の後ろに折りながら作った分数2つ目の分数は 頭の後ろ、帽子のつば、おでこに移動しながら作った分数、そして3つ目の分数は、帽子のてっぺんへ戻りながら作った分数、と覚えると忘れにくいでしょう。では証明に入ります。これは3つの分数を、全部、千分 AB 上の長さの比に変換するのがポイントです。まず、準備として、 線分 PR と平行で C を通る直線を書きそれと線分 AB との交点を R' としますそして BRR'RRA の長さをそれぞれ X、Y、Z とします。3つの分数をこれら xyz の比として表してみましょうまず最初の分数 AR を RB で割ったものは定め方からそのまま z を x で割った形になりますね次に2番目の分数です。平行線の関係から BP を PC で割ったものは X を Y で割ったものと同じです。そして3番目の分数も平行線の関係から CQ を QA で割ったものは Y を Z で割ったものと同じです。すなわち今考えている3つの分数の比はこのように XY z を使ったとして表されるのです全体として分母分子に xyz が一つずつ登場していますから約分することでこれらの積が1であることがわかります。これでメネラウスの定理の証明ができました。今回はここまでです。ありがとうございました。